はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加陽真理乃です。今日はですね、今大炎上中の竹花孝樹さんについて、ちょっと取り上げていきたいなというふうに思っております。でこの方はですね、 YouTube 登録者ですね40万人いるですね、人気 YouTuber でもあります。非常にですね、若くて今現在28歳であるそうです。平成4年生まれだと思うので、私とですね同い年であると思います。で、若くしてですね、非常に稼いでいらっしゃるということが、特徴といいますか、彼の売りだそうです。で、一応ですね、情報によれば、20代で100億近くのですね大金を稼いだということだそうなんですが、ちょっとですね、この炎上もあって、実際ね、いくら稼いでるかってわからないんですが、これちょっとごめんなさい、後で、ご紹介していきたいと思います。で、この方ですね、なんで今現在炎上してるかと言いますと、実はですね、この方、今申し上げた通り、非常にお金を稼いでることが、売りでですね、ネット上では出していたんですが、そこの、この竹花さん自身の、経歴詐称から始まってですね、この Google の元社員であるということを自称されていたんですが、実は業務委託だったということが発覚しまして、ここからですね、火がついて、竹花さんが、ご紹介するですね、オフィスの写真が実は合成写真だったとか、あと学歴もね嘘なんじゃないかっていうことが、ネット上ではささやかれています。で、極めつけとしては、バリにですね、豪邸別荘を持っているんですが、これがですね、実は、7万円で借りられるレンタルであったということで、それがねちょっと発覚して今大炎上しております。でこのことについてですね、竹花さん自身は、昨日ですね、ライブで、謝罪を、しておりました。でただですね、非常に元気そうで安心したんですが、自分でもですね、少し話を持ってしまっていたということは、認めていてですね、ただ東村山市に1億円寄付したとか、そういった話もあって、これはねさすがに嘘ではないと思うので、実際ですね100億近く持ってるって話なんですが、私の見立てでは10億ぐらいはね持っているんじゃないかと思います。で、それだけでもね、やっぱり28歳で、10億もね稼いでて、非常にやっぱり私は実力のあるね、方だというふうに思っております。で実際ですね、この方話も本当に、面白いんですよ。私のですね友人で、非常にですね竹花さんをのことが大好きなですね、竹花信者と言われているですね、方がいるんですが、そういった方からこの、方が面白いということを教えてもらって、見たところですね、その企業時代の話としてですね、ちょっと少しだけご紹介すると、この方は、リクルートで働いていたそうなんですが、当時ですねリクルートに入社した当時は鎌倉に住んでいて、鎌倉からですね毎日グリーン車でリクルートまで、通って東京まで通っていたと、通勤していたと。で、このグリーン車の中でですね、この通勤時間、非常に長いですよね。グリーン車も高額だと思うんですが、この中で、起業をするための準備をですね、毎日してきて、そして起業したんだと。で、インフルエンサーマーケティングというのをね、一番最初にやって、最初にですね、売上が入った時は非常にですね、嬉しかったというような、お話をしていて、その話がですね、非常に私が、感動したわけなんですが、他にもですね、こういった話から、結構ズバズバ言うね、タイプの方でして、例えばですね、バカは週末しか考えないというような発言をされています。要はですね、やっぱり仕事が、するにあたってですね、週末というのはですね、世の中止まるわけですよね、連絡とかが。で、土日はね、やっぱり仕事もできない、みんな休むということで、仕事が止まることが非常に嫌だったと。週末なんか、経営者とかね、有能な営業マンは週末なんかやっぱり来てほしくないんだと。だけれども、バカは週末しかのことしか考えないよね、というようなですね、そういった趣旨の発言だと思うんですが、こういったちょっとね、過激と、一般的には言われるような発言もズバズバしていくというようなキャラがですね、非常に人気でした。で、ですね、有名な政治家の石破茂さんとも、対談をしていて、若者がどんどんですね、起業していくべきだというような若者の、経営者に向けたメッセージをですね、政治家と一緒に発信したりとか、そういったことを、やっています。で、他にもですね、最後もう一個だけ、お話をご紹介するとですね、
非常にこの方ですね、マーケティングを教えている方でして、非常にですねお話はうまいです。でマーケティングの話も、非常に楽しくて、実際にですね、お客さんにですね、どう、PR していくか、つまりですね、例えば、ジムを経営されているという時にですね、またジムにお客様が戻ってきてもらうためにはどうしたらいいのかということを語る際にですね、直接ですねお客さんにプッシュするということが、これはうざいんだと、そうではなくてお客様がですね興味のあること、これを掴むべきであると、ジムにもう一回来てくださいというふうにね、ジムにもう一回お客さんを呼びたいときに、そのジムを直接プッシュするということではなく、そのお客さんが興味のありそうなものをですねジムに仕掛けて、そこをね、しっかりアピールしてリピートをつかむんだというようなですね、非常に参考になるようなマーケティングの話を結構展開しています。なので実際こういったね、合成写真であったとか、学歴がね、詐称してるんじゃないかというようなことは言われていてもですね、お話の中身本質というのは非常に私はね、面白い方だというふうに思っていますので、なんとかですね、私はやっぱこうファンも多くいるものですから、復活してほしいと実は思っております。で、ですね、この皆さん、竹山さんご存知の方と、そうでない方もいると思うんですが、似たようなですね経歴詐称の話で言えば、ショーケイというですね、方、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。経歴を詐称してね、テレビに出ていた方だったんですが、ショーケイもですね、経歴詐称がバレた瞬間ですね、すぐに、いなく、ちょっとね表舞台から姿を消してしまったんですが、実際ですねショーケイの、能力の高さというのは芸能界の誰もが、称賛していたものだという話を聞きます。で、実際に、ダウンタウンの松本さんも、ショーケイ非常にですね、能力が高いと、司会、話全てにおいて能力が高い、ただですね、こういったアナウンサーのような、仕事っていうのは、学歴がどうしてもですねなければその職に就くことができないから、そこの、壁があったんであろうと。でもこの壁を結局ね、実際、証券学歴多少だったわけなんですが、学歴というところで実際彼は勝負していなかったんですよね。当然このね、地位をつかむために詐称したこともあるんですが、外に出している提供している価値というのは、そのやっぱり偽物ではなかったわけですから、そのあたりは、非常に芸能界でも議論になったと。で、私はこの方もそうだと思っていて、当然ね、Google の社員であったということは、詐称していたと。詐称というか持っていたというんですかね、業務委託だったので、だとしても、やはりこの方が展開するマーケティングの話というのには非常に価値のある、ものを提供していると私は考えているので、この辺りでね、潰すんではなくて、もっとねいいところも評価されてもいいんじゃないかなというふうには思っています。ただ、一つだけねちょっとまだ疑問が残っているのが、この方ですね、ネイバー社に、会社を売却してですね、多額の資金を得たということが、有名な話で一つあるんですが、実際ですね、ネイバーという会社は韓国の 大手のネイバー、ネイバーではないんですよ。香港にある、ネイバー社と言われているものでして、ここがですねちょっとどうなのかなと。実際売却額もまだ不明ですし、この辺りの真相っていうのはちょっと知りたいなと。で、この辺りをですねちょっと語っているのが、M&A バンクさんというチャンネルで結構ですね、詳しく、そして信憑性高いと思います。解説されているので、気になる方ぜひねこれもちょっと見て、検証してみてはいかがでしょうか。私もね、ちょっとこのネイバー社だけは最終的にはね、ちょっと気になっているところでは、あります。はい、そんな感じでね、今日は竹山さんの炎上についてのお話をさせていただきましたが、確かにね、やっぱり私はですね直接に被害を受けてないですし、私の友人も、竹原さん好きで YouTube とか見てますが、お金を払っていないので、いいじゃんみたいな感じになるんですが、実際本当にですねお金払ってしまった人からすれば、当然、こういった、写真が合成だったとかね、スタッフ の写真がこうフリー素材だったとか、これ非常にショックを受けると思います。で、ただそういったところからの罰金はしょうがないと当然私も思いますけれども、やっぱり
みんなでね乗っかって火をつけるようなことではなくですね、しっかりまあそういったなんかこう社会がちょっとね最近はすごくなんか嫌だなっても思っているんですが、まあ高山さん自身ねライブを見る限り非常に元気そうでしたので、まあまたね、面白い話が聞けるんじゃないかというふうに、思っています。ちなみにこのまあライブで謝罪していたんですが、この方、まあその謝罪もですね非常に上手くて、ある種ですね、まあ授業をしてからですね、その後、まあ、謝罪をしているという形で、このね、ライブすらですね、まあ、非常に面白い、面白いって言ったらあれですが、謝罪一つ取ってもですね、なかなか、まあ、ね、腕があるというか、一流のね、マーケッターだなというような風にね、感じております。まあ、そんな感じで、皆さん、竹花さんの、まあ、ちょっと今炎上中なんでね、興味がある方はぜひね、調べていただければという風に思っております。今日は以上でございます。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。はい、ちょっとね今締めちゃったんですけれども、言い忘れていたことがあって、この なんで炎上したかというと、まず最初にですね、田畑さんという方と、あと青汁王子こと三崎優太さんにですね、まあ、絡んだことがきっかけで火がもう燃え上がってしまったわけなんですが、この2人にはですねしっかりとライブで自分から絡んでしまったことを反省し、まあ、謝罪をしておりました。はい、でまあ私ねみんな好きな、まあ、起業家であるので、ね、ぜひねいろんな人の話聞きたいなと思うんですけれどもね、この2人にはとりあえずしっかりとね、謝っておりました。で、あとですね、そう、竹花さんね、すごいですね、税金に詳しいんです。ものすごい詳しいんで、それをね、本当に感心するところであります。まあ、いつだってね、すごいやっぱ大物はね、自分でも税金の知識があるっていうね、なんとも感心するところであるんですが、まあ、税金の知識は、ね、多分そんじょそこらの人は到底かなわないようなですね知識を持ち合わせているということで、まあ、これからもねちょっと竹花さんに関してはウォッチしていきたいというふうに、まあ、思っております。ということで皆さん、今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。